おはよう。田中子さん、そんな遠くすぎるあんのか。ないよ。ないよ。はあ。いやね、生温かいさんからもらったやつが届いたのよ。水耕栽培の、キット。ベビーレタスを作る水耕栽培のキットが届いたんだけどさ。とりあえず、最初、そのスポンジを、苗床を、なんていうの？水に浸す作業をしなきゃいけないんだけど、洗面器が必要なんだ。綺麗な洗面器が必要なんだけど、うちに綺麗な洗面器は一個もない。だから、月曜日に100円ショップ行って、洗面器買ってこようと思って。それからスタ田中さん、のっかりベッド一つも当たらね。ート。乗っかりベッド一つも当たらねえ。ああ、そう。あれ、競輪は、あんまり、あれだよ。熱くなっても、たまにしか当たらないし。10回。15回に1回ぐらいしか当たんないし。ああ、競輪は15回に1回だな。競輪は、15回に1回。賭け事ってのはさ、何回に1回当たるか、外れるかっていう話なの。賭け事。田中さん、ボートのが面白い。ボートの方が面白い。ああ、そう、じゃあボートやれば。そのさ、ずーっとやってればさ、万馬券当たるのよ。まあ、万馬券にかけなきゃしょうがないけど。競馬もそうなんだけどさ。賭け事ってのは、ずーっとやってればいつか当たるの。その何回目に当たるかっていうのね。平均何回ぐらいで当たるかっていうのを、自分でこう、勘定してると、次当たりそう、次当たりそうってのがわかる。あんまりね、大当たりした後は当たんないんだよ。大当たりした後は当たんない。ああ、そうだね。そう。あ、でも大当たりが連発することもあるけどね。連発するけど、ああ、当たらなくなるよね。大当たりが続くとさ、これ大当たりだとするじゃん。大当たり。これ外れ。あれと一緒だね。ルーレットだね。ルーレットと一緒だね。ルーレットの法則を研究してみようか。
こうなるわけなんですよ。だからさ、MJ マージャン配信。ああ、MJ が稼げないしな。ああ、大当たりが来た後に、当たらない時期があって、パチンコ、もう競馬もそうなんだけど、ギャンブルってのはさ、こうなってんだよ。ギャンブルの、なんていうんだ。当たりと外れ。ギャンブルの当たりと外れ。ここね、当たった後外れが続くの。なんだ、ボコって。だから、このパターンを、だから、どれぐらいの間隔で当たりが来るかっていうのを、だから、当たる回数が多いやつをやればいいんだ。そうだね。ああ。当たる回数が、多いやつをやる。当たる回数が多いやつをやる。そうだね。いや、だからさ、とりあえず、ゲームフォレックスの100%入金ボーナスが来たら、2万円入れようと思うんだよ。ゲームフォレックスの100%入金ボーナス。ゲームフォレックス。100%入金ボーナス。2万円が、4万円。クリプト GT100% クリプト GP って100%に、出金できんの？クリプト GP ってスプーどれぐらい？クリプト GT、ああ、そう。クリプト GT いいね。クリプト。GT。
クリプト GT ってどこ書くの？田中さん GTK だからビットウォレットも使えるんじゃね。あ、マジか。じゃあ行ってみようか、クリプト GT。クリプト O が入ってない。クリプト GT 100%入金ボーナス。クリプト GT ってさ、あれ、だから使えるの？それ。スピード注文使えるの？ああ、僕。あれ、消えちゃった。クリプト GT って100%入金ボーナス。クリプト GT。田中さん、解説ボーナスもらって使ってたやろ。ああ。一瞬にして溶けちゃったね。FXGT だったらどうなの？ FXGT。田中さん何が？ああ、ビットコイン入金したんだ。ん？クリプトオータム。FXGT でいいんじゃないの？じゃあ。田中さん、FXGT じゃ100%つかねえだろ。ああ、そうか。100%つくの？クリプト GT。ビットコインコーダしか作ってないんだけど。日本円のコーダ作れんの？これ。田中さん、そうメール来てるが。ビットコインしかないんじゃない？イーサリアムとビットコインしか。田中さん、どういうこと？これクリプト GT じゃないの？クリプトオータムって書いてある。これビットコインしかないもん。
算入金だってこと。そう。まず仮想通貨を入金しないといけないんだよ。いや、あれだよ。あの、口座もビットコイン口座だから。もう使えなくなってるけど。田中さん、取り扱い通貨はコンエンとかユロルとかあるやろ。でもさ、ビットコインでしか入金できないのは辛いよ。田中さん2万入金すげや、勝手にビットコイン換算にしてくれんじゃね。そんなことどこにも書いてないけど。初回だけ 100% 入金、100% 入金ボーナスがつくってこと？田中さん聞いてみろよ。聞いてみろよ。初回だけ 100% 入金ボーナスつくってこと？やだなぁ。ゲームで行こうよ、ゲームで。ヤマベリサーは岸より https://www.akishiori.com/jp キャンペーンを受電。田中さん、そりゃ好きすりゃいい。田中さん、今すぐできるキャンペーン提示しただけ。お願い、ピロリ金さん、じわっこ。じわっこ。12月31日まで。お中元ボーナスキャンペーン7月1日開始。アキシオリーっていいイメージないんだけどな。
ありがとう、アキシオリ。とりあえずね、ちょっとね、とりあえず休もうかなと思ってんだよな。なんか月曜日トレードしたいんだけどさ、ハイローに入金するわけにいかないんだよな。8月にキャッシュバック来るから。8月にキャッシュバック来るからね。待ってんの。入金しないで、トレードしないで待ってんの。だ8月はハイローやって。とりあえずゲームの100%入金ボーナスがあったら2万入金して、4万で。で、持ち越す。デイトレードだと、どうしても、デイトレードっていうか、日本時間だけだと、どうしても、決着がつかないんだよ。欧州時間に決着がつくんだよ。欧州時間、ニューヨーク時間に決着がつくんだよ。だから、1日時間、だからニューヨーク時間を超えて朝になってると決着がつくんだよ。で、今回みたいに、すげえ運が悪い日だったのよ、昨日はね。だからすげえ暴落してったじゃん。昨日、占い通りにやってれば、完璧だったんだよ。まあでも、まあ、ドル円はさ、70銭まで落っこったからね。あんまり余力がなかった。あ、今ね、XM のね、じゃあ、運を信じれば、トレードに、なんて、有効に使えるんだよ。っていう話なんだよ。とりあえずね、13日はね、すげえ運がいいんだよ。月曜日は。で、11日、今日は運が悪かったんだけど、10日が超運が悪い日だったの。で、12日から良くなってくんだよ。12、13、14って。運のさ、なんていうの、運のバロメーターっていうのがあってさ、運もね、こうなるのよ。運もこういう周期があってね。運の周期。運の周期もね、こういうのがあってね。こう綺麗になるとは限らないけど、運の周期もこういう風に感じになっててさ。逆張りするからやろ。でも逆張りでよかったんじゃない？結果的には。すげえ上がったじゃん。日経。XM の口座のね、からね、全部出金したの、お金を。XM から出金してね、ビットウォレットからも出金して、今全部七出夕さん、何兆も持ってて相場動かせるやっこだよ。逆張りしていいやっこは。した。そんなことはないよ。簡単に言うとね、この運の悪いところでここで買って、ここで買って、ここで売ればいいんだ。運がいいところで売る。運が悪いところで買って、運がいいところで売る。ここら辺で売っちゃうんだよこれは広い金さん、そこで買ってまだ下がっていくかもしれんで W。な。これな、そこで買ってもな、さらに下がっていく可能性がある可能性あるんだ。
それはね、許容なんだよ。どこまで耐えられるか。だからさ、時間的に言うと、ここで少し戻ってきたところで、応酬時間で買うのがいいんだよな。時間的に言うとね。応酬時間で買うの。ここら辺で買うの。少しね、下げがきついときや。さんの後続にできるのは相場を動かせる富豪だけ。お願いテロリキンさん塩漬けするような手法は勝ち越せないで。アイアンハートさん、凄腕トレーダーの短期さん、こんにちは。こんにちは。凄腕じゃねえよ。だから、残り3分しかないけど、もうまた次枠やるけどさ、もう3時だからあれだけど。競馬もやってないからさ、今日はさ。だからさ、戻り出したらここで買うのが一番ベストなんだよ。最近のヨーロッパ時間はそんなそこで買ったとしても立て値まで戻ってきて行ってこいになる傾向が多いイメージ。アイアンハートさん、ポンコツトレーダーの短期さん、こんにちポンは。コツトレーダー。ポンコツトレーダーいいね。ポンコツトレーダーいいね。ポンコツトレーダーっていいね、それね。いい表現だ。さん初心者ですか。処女です。さっ岡田き、さんさんポンコツ決戦。ポンコツ決戦。だからね、さっきね、ユタさんがツイッターで返事をしてくれたけどさ、ネット上をちょっと検索してたらさ、すごい情報がさ、なんていうの？規制かかってんのよ。え？なんでこんなに規制かかってんだと思って。いや、ノートンが入ってるからかなと思ったりもしたんだけど、すごい情報がね、少ないの。なんだこれってぐらい。少ないよ。なんだろうね。なんだろう、検索に。田中さん偉そうにキムチ君にロングしない方が良いよってリツイートしてて受けたわら。ツイッターでね、いろいろやりとりしてる。これはひどい金さんキムチのがうまい。キムチのがうまいけど。田中さん、キムチ君ロング耐えてプラスにしてるし。すごいね。いやー、だから、この、22秒しかないから、次枠で。次枠でね、キムチインジ。